水仙の幻想、すすきだ球菌すべての草木が冬枯れ果てた公園の片隅に水仙が五つ六つ花をつけている。そのあるものは太り獅子の球根がむっちりとした白い肌もあらわに寒々と乾いた土の上に寝転んだまま下彫りの彫り物のような丸みと厚ぼったさと思って 曲がりなりに高々と家形と鳩を持ち上げている白身を帯びた緑の女の指のようにしなやかに踊っている葉の群がりと爪先で軽く弾いたらさえ切った金属性の響きでも立てそうな金と銀との花の杯その葉の表に盃の底に寒さに震える真冬の日陰と 粉雪のかすかなため息とが、溜まっては消え、溜まっては消えしている。水仙は低く息づいている。金と銀との花の逆づきから、静かにこぼれ落ちる金と銀との花の噴光は、大気の動きにつれて、音もなくあたりに染み通り、また溶液する。ボロボロに乾いたそこらの土は、土くれは、 その好奇のために絶えず炊き込められ、いぶし清められている。水仙は多くの美しい生命を持つものと同じように、荒っぽい、かくなな土の中から生まれいでながら、その母なる土を清めないではおかないのだ。すべての好奇は人の心に死母と幻想とをはらませる。私は、 水仙の冷え冷えとした高い奮行に行いすました若い2層の清らかな生涯を感じる老石のように冷たく滑らかな肌をしたこの公園の二層は生まれつき環境の創造しさを好まないところからわざと全ての草木は枯れ落ち太陽の光さえも涙ぐむこの頃の時期を選び股間と静寂との草案の中に 独自の生涯を営み始める。一人ぽっちというものは、自分の生活を持っているものにとっては、必ずしも悪い境遇ではない。草木の多くは太陽に酔い、また青空に酔うが、時期が時期のこととて、今は太陽の杯も水っぽくなり、大空の乱壁もすすけきっている。症状心の持ち主である この二層は、そんなものには見向きもしないで、その目はひたすら、純白な、自らの姿を見つめ、そして、我と、我が、症状心のむせるような奮行に酔っている。この症状心の奮行こそは、持ち前の大きな球根の髄から盛り上げてくる、推薦の生命そのものなのである。どうかすると、粉雪のちらつこうとする頃だけに、 恋の売買者である小鉢など気まぐれにもここに訪れてこようとはしない昔猛暑に優れた術師があったこの男は絵の道にかけてもかなり評判が高かったのである時領主が召し出し御殿の前庭の東隅で一つ貝の野カささぎの絵を描かせたことがあったするとどこからともなく いろいろの小鳥がその近くへ飛んできて、べちゃくちゃと口やかましく騒ぎ立てた。それに驚いた漁師は、さらにまた、その頃、課長画家として生命の高かった光線を召し出し、庭の西隅で同じように一つ貝いの野ささぎを描か,かせたが、今度は別に何の不思議も起こらなかった。漁師はその理由を千に尋ねた。 恐れながら、私の絵は芸でございますが、あの男のは、術の力で出来上がっておりますので。こう言って答えた王仙の顔には、そんな子供も魂の空騒ぎなどには頓着しない、真の芸術家にのみ見られる、物静かな誇りが輝いていたということだが、私は今、水仙の純白な花びらに、小鉢の騒音などを少しも喜ばない、 高い超越と潔癖とを見ることができる。それだからというではないが、水仙の死亡は一粒の実をも結ばない。ちょうど、二層がこうはらまないのと同じように。